さて、いよいよ2022シーズンホーム開幕戦です。まずご覧ください。このようにウェルカムトゥアワーホームゲームと出ていますが、これ昨年とは違うんですね。実は今回アジスタ、いろんなところで装飾が変わったということなんです。楽しみです。ちょっと覗いてみましょう。さあ、ホーム開幕戦栃木 SC 戦、今開場しました。スタメン発表されているんですが、今日は新井美月選手先発ということです。楽しみです。開幕戦は追いついてのドローということで、非常にポジティブな結果だったと思います。今日は必ず勝ち点3を取ってもらいましょう。ちょっと風が強いので試合に影響あるかもしれません。さあ、今日のホーム開幕戦は長くスポンサードしてくださっている MJS デーです。今回はこちら、オリジナルタオルマフラーが先着3690名の方に配られています。この緑のタオルを掲げてヴェルディを応援しましょう。こちら新商品です。 J1 昇格祈願だるまだそうです。早く目が入ればいいですよね。誰のファンですか？カジ君。お姉ちゃんは？ジンキ君です。ジンキ君頑張れ、カジ君頑張れ、せーの、ヴェルディ頑張れ。さて、私もフードコートでは美味しいキッチンカーがたくさん登場しているんですが、アウェー町の名産のキッチンカーも登場しているということなんですね。今日は栃木 SC 戦なので名産餃子が作られています。そして餃子にはビールです。こちらヴェルディのオフィシャルビール1969ビアです。ニラまんじゅう、ネギがすごい美味しい。
しい。で、ニラの味がすごいします。カリカリしてます、周り。社長3代があったけど、MJ サズというこの気持ちをね、サポーターに伝えたいし、選手に伝えたいしね。ありがとうございます。しっかり MGS 見せろよ。すいません、すいません。いや、いい声出てるよ。解説お願いします。そうですね、守備陣のところでは佐藤亮賀選手を中心に相手ディフェンスでしっかりプレッシャーをかけて連動して奪ったところからのショートカウンターっていうのが出てきてますよね。どちらもかなり高いテンションで入ってますね。はい、背後を狙ったボールですが、これはバックパス、やどうだ、シュート。前半の3分、東京ベルディ手のミスを逃しませんでした。決めたのは9番の杉本、今シーズン2試合で2得点目、リプレイです。いや、馬場選手がね、いいとこ背後見て、まあ、黒崎選手のバックパスを読んでたんですよね。ちょっと短くなったところで杉本選手がね、非常にこう勇気を持って最後飛び込んでいきましたよね。ここがちょっと空中に浮きすぎたので杉本選手が寄せる時間ができたんですけど、まあ、川田選手が、ね、目の前に見えたでしょうから非常にこう勇気がいるところでしたけど、しっかりとバウンド合わせてゴールに流し込みましたね。さあ、また十勝がいった。ただ馬場落ち着いています。今度は谷口、いやいいとこ見た。さあ、これは杉本だ。杉本つなぐチャンスになった。右の10番新井も空いている。さあ、どこに出す。石浦中央に入れてくる。狭いところに入ったシュート、東京ベルディー2点目。見事なパスワークから東京ヴェルディらしい得点シーンが生まれました。決めたのは4番の梶川。
これは美しい、素晴らしい縦パスが谷口選手から、ね、両川選手に入ったのがまず大きかったですよね。まあ、両川選手に対して杉本選手が良いサポートをして、まあ、ここの、まあ、両川選手におそらく、ね、石浦選手出したと思いますけど良いところにこぼれたところを梶川選手が落ち着いて流し込みましたね。あそこで両川選手がこうしっかりと背後にランニングしたことによって、まあ、鈴木選手がついてこざるを得なくなってスペースが空きましたよね。時間帯ヴェルディ動いてきます。センターフォワード佐藤亮賀が代わって29番の川村が入ります。75分を回って梶川がボールを蹴ります。ゴールに向かっていくボールが来た。東京ヴェルディ3点目。時間は76分。ホーム開幕戦、東京ヴェルディはゴールラッシュ。交代で入った川村圭斗、いやこういう新人に一発出ると本当にチームに勢いを与えますよね。日体大からの新加入選手です。まあ、梶君は、キック精度も、高いっていうのは分かっていて、まあ、コーナーキック、まあ、普段、まあ、なかなかボール来ないことも多いんですけど、まあ、ボール来いと信じて、待っていました。これは大きなゴールですね。そしてタイムアップの笛。3対0ホームの東京ヴェルディ今シーズンの初勝利です。田中さん初ゴール、ありがとうございます。いやもう来ると信じて待ってました。ババ来たら決める自信あったんで今日は良かったです。手つながってありがとうございます。次も頑張ります。え走って、いやでも危なかった前半、俺縦パス焦った、飛び込まなくてよかった。いやいいっす、やっぱ向かあれユースから一緒にやってたんで分かり合えてた。オーケー君言えばよかったな。でもさ2点目のあれ、え谷口君どうでした？2点目のこれからでしょ。今日はね受講料、経験を積んだ試合ってことで、ヒロト、お前のカメラだ。デビュー戦でゼロで勝ててよかったです。間違いない、間違いない皆さんの前で、ゴールを決めれて、チームの勝利に貢献できたことをすごく嬉しく思います。次節はアウェー開催ですが、皆さんで、一丸となって、2連勝できるように頑張っていきましょう。応援ありがとうございました。勝ったぞ。まだでも、ホーム、始まったばっかりなんで、これからしっかり、昇格に向けてみんなで、厳しく取り組んでいきたいと思います。これからもよろしくお願いします。